し。行きます。アートの展示会に行かせていただきました。もう全部可愛くて。本当に可愛かったです。とにかく今私が着てるワンピースにもスカートにもなる花柄のアイテムをオーダーさせていただきました。ものすごく可愛くてもう一目惚れで、はい、オーダーさせていただきました。でこれが柄違いなんですけど、これも悩んだけどやっぱ花柄かなと思って花柄にしました。で今着てるビッグシルエットのアウターを生地違いでベージュを持ってるんですけど、ポケットが4つついてて全部大きいんですよ、ポケットが。だからもうバッグいらずで、携帯も財布も鍵も全部入るし、リップとかなんかそういうのも入るし、可愛いし収納力もあるっていう最強のアウターです。これもめちゃくちゃ可愛くて、もうこの色といい形といい、私は持ってないタイプのアウターだったので、もう写真ばっか撮っちゃって、これはね楽で楽で楽なのに上品っていう感じのアイテムでした。こんな感じの組み合わせ、ホーフのタートルネックに、今日は一日中ほぼ立ってるからスニーカーを合わせました。はい、今はカスタさんの展示会に来てます。こちらです。タフ、今日は、明日と明後日に幕張メッセでポーフのポップアップが行われますので、それの搬入に来ています。体力がすごいいる一日だと思うので、アロマパッチも貼って癒されながらカフェインも取って頑張ります。4月2日3日に幕張メッセで行われたポップアップにお越しくださった皆さん、ありがとうございました。これが搬入の様子なんですけど、ひたすら段ボールを開けて組み立ててっていう感じでやってました。本当に初めてこの大きいイベントにポーフが参加させていただくっていうことで、今まではポーフ主催のポップアップしかやったことがなかったので、きっとこの2日間でポーフっていう存在自体を知っていただけたんじゃないかなというふうに思っています。本当にありがとうございました。花を生けようとしてるとこなんですけど、これはあのちっちゃい花瓶は実はあの和田彩香さんに前キャンドルでいただいたものなんですけど、もう全部使い終わっちゃったので、今はもう花瓶として使わせていただいてます。なんかサイズ感もちっちゃくて、なかなか花瓶としてもあまり売ってないようなサイズ感というか、はい、こんな感じでポストカードをご来場者様全員にお配りしてたので、それの横にちょっと添えるような感じで置いてました。これがものすごくセレブなお花だったんですけど、多分自分用には誕生日とかなんかじゃないと、なんかイベントごとがないと買わないんじゃないかなって分かんないけど思うくらいちょっとびっくりしたんだ。でももうポーフのポップアップがね、少しでも華やかになるんだったらと思って、やっぱお花があるだけで全然違うので雰囲気が、ポーフのためならと思ってゲットしました。これも本当に可愛いサイズ感が。
事前に制作したポストカードですね。この2日間限りのフィルムで撮った写真も展示させていただきまして、このちょっとオレンジの外枠が気になっちゃったので、あの白に修正していただいたので、皆さんがご覧いただくときは白に変更されてるかなと思うんですけど、こういう、はい、ものも展示というか参加させていただきました。ありがとうございます。